そろ起きなさい。もうすぐ着くわよ。俺は USA にやってきた。俺たちが住む新しい町だ。私はウサピョンと出会った。この先一体どんな冒険が待ち受けているのか。そして妖怪ウォッチの秘密とは。次回へ続く。次の Wi-Fi だけど。カクリ、僕の見解を聞きたいかい？別に。皆さん、どうやらこの後2つのお話に分かれちゃうみたいですよ。オリッチが出てくる USA のお話か、ミーが出てくるジャポンのお話か、どっちにするにゃん？どっちにするだに？そんなの迷っちまうずれよ。楽しみだね。はいはい、それじゃあ次の捜査に向かいましょう。
ちにしてはよくできたよ。それじゃあ私は帰るよ。嫌だに、ミーたちの夢思い出してもらうんだに。私たちも少年、ここは危険だ。一旦君の家に入ろう。最高だ。マルダ、 Wi-Fi を見ながらニヤニヤしないで。気持ち悪いから。カクリ、この Wi-Fi を見てみろよ。シシシ、今度はイカダを作って川下りだ。うわ、面白そう。そして遺跡に行って大パーツを探すんだ。え、おパンツ？パンツを探すにゃんか？違いますよ。いいですか？大パーツというのは次回第4章、遺跡に眠る大パーツ、お楽しみにゃん。実に愉快だと思わないかい？マルダ、あなたの顔ほどではないわ。さあ早く現場へ向かいましょう。昔話とかによく出てくる、あの有名な赤鬼様。
Yeah.